偉大なパラケルススゲオリクはスラム街で気を失っているところを不思議な青年リュースブルグに助けられた。リュースブルグの店は魔術や錬金術に関する材料や道具を扱っており、人目を忍ぶようにひっそりと裏通りにあった。ゲオリクはその店で手当てを受けているうちに不思議な話を聞くことになった。この町で新たな錬金術師に出会えて光栄です。どのくらい研究を？まだ一週間程度だ。カーマゼンにも引っ越してきたばかりだし、方法もこれから見つけ出さなければ。大丈夫ですよ。賢者の石、そして不老不死の薬、エリキサー。それらを研究の末に作り上げ、真理を極めることこそが全ての錬金術師にとって最大の目標ですからね。ああ、それが可能ならだがな。ところで、この店には他の常連はいるのか？ええ。この国では、ここでしか手に入らないものも多く置いていますからね。ただ、こういう禁止令のせいで、今はお客様の名前は、この店にとっても重要機密です。どなたにもお教えすることができないのは残念ですが、お客様のプライバシーが優先ですので。研究の成果についてあまり情報が交換できないのは辛いことだ。それもこの状況下では仕方あるまい。でもパラケルススやニコラス・フラメル、ヘルメスなどの錬金術師の言葉はあなたの力になるはずです。彼らには会うことはできるのか？いいえ、数千年前、数百年前の錬金術師たちです。もはや伝説となった錬金術師ですが、彼らが本当に賢者の石を作ることに成功していたら、今もどこかで生きているかもしれませんね。数百年、あるいは数千年も生きている。それはつまり死ぬことはできないということか？もし本当に生きているとしたらですけど、不老不死の霊薬エリキサーを作り出すことができますからね。それだけに悲劇を起こしてしまった霊も多い。そうですね。例えばパラケルススの話をしましょうか。錬金術師たちの栄光と末路というものをあなたにもお聞かせしておきましょう。パラケルススは今から千年も前の錬金術師です。貧しい家に生まれたパラケルススは医者を父親に持ち、その志を受け継ぎましたが、貧しい田舎の家では大学に行くこともできませんでした。ただ実際に貧しくて、まともに医者にかかることのできない人々の命を救い、父親の手伝いをしていたのです。あらゆる自然の薬を用いて、民間の人間にも気軽に作れる薬草の調合を学びました。
そうしているうちに、いつしかそうした調合や分離を繰り返していくことが、錬金術の入り口を開いていったのです。そして、わずか25歳で、偉大な錬金術師となったパラケルススのもとに、弟子が集まるようになりました。その中には、パラケルススがその命を救った親友、ジョバンニもいました。末期の結核患者で、決して治ることのないと言われていた病を、パラケルススの治療薬が救ったのです。ジョバンニはその時、自分の生涯のすべてを、パラケルススの研究に捧げると約束しました。しかし、新しい薬によって、今までの利益を奪われていた医師会は、パラケルススたちを迫害しました。不完全な怪しい研究をやめるよう、医師会はパラケルススに脅し同然の行為を始めました。しかし、ある日ついに、パラケルススたちは研究に研究を重ね、賢者の石を完成させたのです。が羽を広げたよ。さまざまな色が、音が、光の中から湧き出てくるようだ。それではこれは、ああ、賢者の石だ。パラケルススとジョバンニ、そして多くの弟子たちは歓声を上げて喜びました。光が引いた後に、赤い透き通った石が残ったのです。見ろ、この美しい赤い結晶を。私たちのこれまでの研究がついに実を結んだ。パラケルススたちはエリキサーがもたらす不老不死を研究の目的とはしていませんでした。あくまでも錬金術の研究を極めた者へ贈られる一種の勲章のように捉えていたといいます。しかし、このエリキサーの完成は彼らを一種の興奮状態にしてしまいました。アルコールを用意しろ。これをアルコールに溶かし、エリキサーを試作しよう。パラケルススは賢者の石をアルコールに溶かし、エリキサーを作りました。試しにほんの一二滴を口に含み、パラケルススは飲み込みました。少し熱くなる感じがしただけで、その時は何も感じなかったのです。先生、早く私たちにもエリキサーを。待て、お前たち、その薬を口にするな。おい、今頃何を言うんだ。まさか薬を独り占めしたくなったんじゃないだろうな。先生、私たちにも分けてください。自らの体でその効果を知りたい。それを見た弟子たちは、その効力を自分自身に試したくて、奪い合うように薬を口にしていきました。しかし、目がエリキサーを口にした弟子たちの体は、みるみるうちに土のようにボロボロになっていったのです。神よ、どうかお救いください。これが真のエリキサーなのか、それとも私の過ちだというのか。その時、パラケルススの体だけはみるみる若返り、子供の体になっていたのです。弟子たちはそのまま
石となってしまいました。ジョバンニ、そして私の大切な弟子たちを、研究どころかその命までも奪ってしまうとは、私は何という愚かなことを。パラケルススは悲嘆に暮れて、賢者の石で銀の柄のついたナイフに触れました。すると銀の柄はみるみるうちに金の柄に変わりました。赤い石を、お前が本当の賢者の石かどうかはわからないが、霊薬のために大切な友と可愛い弟子たちを失ってしまった。後世に残すためこの記録を書き残したら、私もお前たちの後を追うことにしよう。パラケルススは石になった弟子たちの前で本の最後のページに記録を書き残した。私は死ねるだろうか。この不老不死の薬とやらは果たして本物だろうか。いや、こんな薬が本当のエリキサーであるわけがない。この石にはもう用はない。鉄が銀に変わろうが、銀が金に変わろうが、それがどうだというのだ。この思い出の場所に石を埋めよう。愛すべきあの日々への記念碑として。果たして生き残ったパラケルススの手でその場所に賢者の石が埋められたと言われていますが、それ以来多くの人間がその場所を掘り返しました。パラケルススの埋めた賢者の石を求めて。しかし掘り返しを企んだ人間はすべて皮膚が土のようにボロボロになり、苦しんで死んでいったそうです。それはパラケルススの呪いではないかと囁かれています。千年経った今では真偽のほどは分かりませんが、その後不死身の体になったパラケルススはどうなったのだろうな。その後の彼の消息にはいろんな説があります。パラケルススには有罪判決が下されて投獄されて一生を終えたとか、あるいは千年経った今もその賢者の石やエリキサーを懐に世界中を旅しているとか。もはやどこまでが現実でどこまでが空想かわからないな。そうですね。現在でもパラケルススの研究所跡は閉鎖され、伝説だけが残っているそうです。なぜパラケルススだけにエリキサーが効いたのか、なぜ弟子たちの体は石になってしまったのか、それは私にもわかりません。それが今世界に存在する数少ない賢者の石のうちの一つだということは確かだと言われていますが、エリキサーの効き目のあるなしというのは真の研究者のみその恩恵に預かれるということなのか。それはご自分の手で確かめてみては。しかしこの店でもなかなか入荷できずに不足しているものも多いのです。例えば、怪物の爪や牙、鱗の類ですね。
カーマゼンは完全な城塞都市ですが、森や海の怪物からしか取れない貴重な素材はいつも不足しています。もしそういったものをお持ちでしたら買い取りもいたします。いや、残念だが今は特に何もなくてな。いいえ、結構ですよ。もし何か余ることがありましたら。もう屋敷へ戻ろう。今日はいろいろと世話になった。どなたですか？僕です。ジェルマンカッセルです。ああ、君ですか。どうぞ。いえ、あなたに頼まれたレポートを持ってきました。レポートは頼んでませんよ。私は試作品が見たいと言ったんです。でもね、やっぱり僕にはできませんよ。機械と人体の接続だなんて。今さら何を言っているんです。計画はもう始まっているんですよ。それまであなたにはこれ以降休日返上で働いてもらわないと。僕は反対意見だったんですよ。議会で決定したことにあなた個人が反論しても無意味ですよ。あなたに実験体を預けているのは何のためですか？機械兵士の開発者が今さら何を言っているんです。それに例えば、こうして研究が進めば足をなくした人間にも義足を、腕をなくした人間には義手を、それも自分の本当の手足のようなものをつけてあげられるんです。これは誇るべき仕事ですよ。バイオロイド兵の開発で機械兵士の基本性能は飛躍的に向上する。僕は君の才能と人柄を本当に評価しているんです。やめてください。僕はそれほどの人間じゃありません。これはまだ誰にも見せたことがないんですが、君を信用して打ち明けましょう。あの一体何を。その足は一体。驚きました？私の足は戦争の時に伝染病にかかり腐って落ちてしまったんですよ。当時はもっと簡単な義足をつけていました。それも手に入れるために必死で働きましたがね。そうですか。これでも時々足の付け根が痛みます。このことは国王陛下と君しか知らないことです。機械兵士の戦力にも限界があるでしょう。あとはもう生体兵士に頼るしかない。
あとは砲弾、ミサイルの類ですかね。どうしたんです、サンジェルマン伯爵。まさか、今頃自分のしていることが怖くなったんじゃないでしょうね。いいですか？私は試作品が欲しいんです。こういう危機感を煽るレポートをもらっても困ります。また明日のこの時間までに強化サンプルを1体用意してください。いいですね。嫌です。聞き分けのない子ですね。あなたは私に逆らえるわけはないんですが。嫌だ。やめろ。本心ではないはずですよ。さあ、これが欲しかったはずだ。どうして僕はあのブルーのグレーニングに逆らえないんだろう。こんなこと僕の本意じゃないのに。ゲオリク、こんな時間までどこに行ってきたんだよ。リリスがおかしいんだ。お前、リリスの部屋に入ったのか。だって凄まじい悲鳴だったんだ。早く行ってあげて。リリス、どうした。どうしたんだ一体。少し飲んだの私。これで死ねると思って。来い。リリス、あの瓶はお前の手の届かないところにあったんだぞ。正直に言え、誰かがお前にあの薬を飲ませたんだろう。違うの、私が自分で。もういい、大体何があったか分かったからな。ティモシー、出てこい。お前、リリスに水銀を飲ませたの。違うよ、俺あの子の部屋には入ってない。本当だ。嘘をつけ。リリスがあの状態で棚から薬の瓶を取り出すわけがないだろう。
ゲオリク、信じて、俺じゃないんだ。俺の望みは、ゲオリクがあの子の体を治すのを見届けることだ。本当だよ。なんだ一体。ゲオリク、危ない。泣いていたのか。ごめんなさい、兄様。兄様、ごめんなさい。驚かせてしまった。リリス、お前、これを動かしていたのはお前なのか。ええ、こうしていると不便だし寂しいわ。ここにいるうちに私、手がなくても少しなら思い通りに物が動かせるようになったの。少しだと？とんでもない。こんな力がリリスにあるなんて。兄様、なぜ、なぜ私は死ぬことができないの？リリス、誰かをかばっているのか？違うわ。私が死のうと思って飲んだの。死にたいって思ったらそばにあったの。バカ！やめてくれ。お前はどうかしている。兄様、私たちはどうしようもない罪を犯してしまったの。もうとてもたくさんの人たちを殺してしまったわ。そこまでして生きようとしたんだ。つまらないことで死のうとするんじゃない。兄様、ひどいわ。お前がそうするなら、俺はこの部屋の薬をすべて運び出す。リリス、お前が欲しければ、果実酒に香水、花でも物語でも何でもやろう。じゃあどうしろと言うんだ。まさか死にたいと言うんじゃないだろうな。違うわ。ただ兄様と一緒にいてお話がしたいの。そうだな。お前の気持ちも分かってやれずすまなかった。
私が独占していいほど兄様は暇じゃないことぐらい分かっているもの。それでは兄様、少し遊びましょう。何をするんだ。それじゃああれを見て、あそこに見慣れた壺があるでしょ。この器のどれか一つにラム酒が入っているわ。どの器にラム酒が入っているか当ててちょうだい。時計が一回りする間に彼らの証言を聞くんだったな。時間が来たら答えを聞くわ。先に分かったら早めに答えてちょうだい。ああ、いいだろう。じゃあ、用意はいい？彼はこう言っているわ。私の中身は B と同じもの。彼はこう言っているわ。私の中身は C と同じもの。彼はこう言っているわ。私の中身は D と同じもの。彼はこう言っているわ。私の中身は E と同じもの。彼はこう言っているわ。私の中身は A と同じもの。答えがわかったぞ。じゃあ、正解の器はどれかしら？彼はこう言っているわ。その通り、私が正解だ。賢い若者よ、私のたたえる芳醇な酒を与えよう。さすがね、兄様。ちょっと心配だったけど、やっぱり以前と同じ私の兄様だわ。そういえば、この屋敷に父上が愛した本当の上物のラム酒も持ってきてやろう。本当？まあ、とても強くて香りがきついのね。父様からも時々こんな匂いがしたわ。父上はこの家にいた頃、立派な錬金術師だった。実験の合間に酒を作ってはちびちび飲んでいたらしい。この酒が不老長寿の薬だったらよかったんだがな。1週間の意識不明、その後死亡。やれやれ、厄介なことになってきたな。ミハエル、珍しいですね、こんなところであなたに会うなんて。おいおい、その言い方はないだろ。すみません、そういうわけじゃないんですけど。ところで何を調べているんです？特別室にまで入ってくるなんてよっぽどのわけがありそうですけど。いいんだ、もう用は済んだからな。ミハエル、
団長、お帰りなさい。な、お前たち、少し開けてすまなかったな。いえ、ところで、警察の方から緊急でこんな情報をいただいていまして。読み上げてくれ。はい。深夜、夜道、特に女性は注意されたし。恐怖のキーサキマ、ウィスラー・ザ・リッパーの犯行が、今月に入ってからもう4件報告されている。一度の犯行で、おおよそ2人から5人の若い女性ばかりを狙い、犯行はすべて深夜23時以降。場所は、川間前南地区のアイオナ市街地って、団長がよく飲みに連れて行ってくださる、あの海賊店長のいる店のあたりですよね。ああ。最近足を運んでいないが、物騒になったものだな。なるほどな。あのあたりは王宮から近い場所ではある。目撃情報があれば、速やかに報告。女性の出入りの多い場所では、特に注意。王宮でも夜間の巡回を徹底し、万が一のことがないように備えよ。犯行の手口は実に特殊で、夜道で口笛を吹きながら現れ、見事なナイフさばきで女性の体を切り開き、臓器を一つ一つ丁寧に取り出し、犯行現場にきれいに並べるんだそうですよ。その解剖はあまりに見事な出来栄えなので、ひょっとすると犯人は医者ではないかとの噂まであるほどです。ほう、医者ならこの王宮にも二人ばかりいるがな。そんな、それってまさかグレーニング博士と団長のご友人のゲオリク様のことですか？ま、そこにある時間は一応アリバイがあった。やめてください。仕事上やっているだけだ。それにしても、ウィスラーザ・リッパーだと、ふざけやがって。平和な城塞都市だかなんだか知らないが、たかが一人の殺人鬼に触れ上がるなど、内側から攻められれば脆いものじゃないか。腰抜けの警察が奴を取り逃がしているのなら、この俺が奴に目にもの見せてくれる。団長、それは警察の管轄じゃないでしょうか。しかし、王宮の中のレディーたちが襲われたらお前たちはどうするつもりだ。そんな狭い考えだからお前たちは。はあ。まあ、不思議なお部屋。研究室だけど、お台所のようでもあるし、お台所のようだけど、書斎のようでもあるし、父様が地下にこもっていた時はきっと楽しかったでしょうね。はぁ、兄様、ずっと地下室にいるとね、昼も夜もわからなくなっていくのよ。でも私にはわかる。兄様が帰ってくる時間が私にはわかるわ。
これは。親愛なるゲオリク・ザベリスク、今はまだ何時の友人より。兄様の名前だわ。これは父様からかしら。こんなところに遺言だなんて。まず父上の手紙の書き出しは必ず最愛の息子へだった。オニキスだわ。どうしてこんなところに。なんだこれは。薄気味の悪い。魔除けのお守りよ。ちょっと見は怖いけど効き目ありそうじゃない。オニキス、漆黒の宝石、別名黒目の、闇をイメージする色合いで、古くから危険回避、災難除けの力があるとされている。誰に聞いたんだそんなこと。本で読んだわ。ギュントリンクのお屋敷にそんな本がいっぱいあったもの。兄様は読まなかったの？いや、残念ながら。どうした？そんな目で見て。兄様がいらないんなら、それ、私にちょうだい？なんだってそんなものが欲しいんだ。兄様が欲しくないならでいいのよ。欲しくないのにどうして持っておくの？こんな得体の知れないものをお前に持たせられるわけないだろ。つまらない。何かものすごく劇的なことが起きそうなのに。それが一番困るんだ。それにしても父様の研究室は不思議ね。パンもお酒もここで作れそうだもの。リリス、どうして魔女はいけないのかしら。私、誰にも迷惑はかけていないわ。リリス、今さら聞くな。お前まさか秘密裏に魔術を。ええ、そうよ。本当は誰にも言っちゃいけないんだけど、兄様には派手にバレてしまったものね。もうすぐワルプルギスの夜だっていうのに、こんな姿ではサバトにも行けないわ。あ、そういえば兄様、今さら聞くけど気づいてなかったの？ああ、でも納得したよ。父上がこれでは当然の結果だ。まったく頭が痛い。覚悟はしてたわ。殺されるかもしれない、処刑されるかもしれないって。でも魔女がこんなに迫害されるなんて、そんなのひどすぎるわ。自業自得だ。お前のような恐ろしい子はこのままここで退屈させた方がいいかもしれない。嫌よ、そんなの嫌。やれやれ、どうやらこれがザベリスク家の宿命というか
気質らしいな。プリママテリア、世界を構成する重要な元素の一つ、アリストテレスはエーテルとも表現した。四大元素、火、水、土、空気に次ぐ物質であるとされた。辞表を出そう。僕にはやっぱり。これ以上戦争の道具を作るなんて耐えられない。主任、すみません。報告を確認していただけますか？ああ、いいですよ。見てください。これは明らかに拒絶反応ですよ。ああ、ひどいアレルギーだ。そもそも生態はこういう強化に向かないんでしょうか？いや、もう一度同じ実験をしてみよう。今度は表面をメッキするのではなく、すべてチタンの部品を使ってくれ。わかりました。ねえ君、死骸を処理するのは辛くないの？いえ、もう慣れましたから。そうですか。主任のそういう顔を見ている方が辛いですよ。その晩、王宮の研究室の明かりは遅くまで落ちることがなかった。サンジェルマンはどうしてもブルーノとの共同研究を進めることに乗り気にはなれなかった。この先ずっとブルーノ・グレーニングに自分の運命を翻弄されてまで王宮に残りたくはない。サンジェルマンは王宮を去る決意を日ごとに固めつつあった。